崎49歳。ママあれ何してんの？夫婦は共同生活を重ねる中で日常的な多種多様な意思の疎通やすれ違いのすり合わせのほか、家事、出産、育児、不妊といった問題について夫婦で話し合ってちょうどいい状況を探って乗り越えていかないのだ。なりません。性格の不一致とは夫婦の共同生活を重ねる中で不平不満感が溜まっていく箱のようなものです。箱ですよ皆さん。箱の中で私はもう満杯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 、これ以上詰まらないっていうくらい箱が満杯まで溜まって、ふとした瞬間に溢れた時に夫が嫌い、生理的に無理って感じるようになって離婚の検討へとつながっていきます。離婚します。そんなに面白くないです。高畑やすしはリスナーの北川さんと不倫したことが5ヶ月前に発覚したんですが、だけど私浮気だけじゃないんです。原因は一種上島氏と結婚式で約束したはずのあの誓いは何だったんですかね。本当にクソでした。あんな誓いみんな破ってますもんね、ほとんどの人は。だって知ってます、日本人の3組に1組は離婚するんですよ。3組に1組はその永遠の誓いを破ってるってことですよね。まあ約束って破るためにあるもんですけどね。法だって犯すためにありますからね。だけどもう亮と舞は立派な大人じゃないですか。なのに離婚しなかったのは亮の YouTube があるからです。そう、私たちは金に目がくらんだ家族なんですよ。動画の中でですね、やすしのこと大嫌いなのにチューまでして金稼いだんですよ。芸能人の皆さんだっていっぱいいると思うんですよ。おしどり夫婦って思われとる夫婦と多分仲悪いと思う。つまり浮気問題の解決はゴールのないエンドレス、離婚以外はないということなんです。浮気する旦那って別に奥さんと子供のことも嫌いになったからするわけじゃないんですよ。単純にチンボーの衝動的な感情に逆らえないからするんです。言い換えれば未熟だからなんですね。ドピュ、私なんてやすしを3こすりで生かせますよ。不倫相手なら100こすり、やすしのズボンを脱がして枝切りバサミを使って男性器を切断したいです。そして切断したやすしのチンボをトイレの水に流してしまいたい。今回離婚調停を申し立てることになりました。この動画を高評価で応援必ずよろしくお願いします。やすしとしても弁護士から強く離婚を迫る内容の連絡を受けたり、裁判所から離婚調停の期日の呼び出し状が届いたりすれば、私が本気で離婚を望んでいることを認識せざるを得ず、夫婦関係の改善復縁の可能性がないことを前提とした検討をせざるを得ないでしょう。裁判所で離婚判決を出してもらうのが本日です。離婚判決を出して離婚を成立させます。今回素晴らしいビーマンの弁護士を500万で雇いました。どうぞ。こんにちは、坂木原リゼでございます。よろしくお願いします。お願いします。やすしに裁判勝てましたね。今回その春日図の証拠を自分が持っているので徹底的に戦っていきたいと思います。不倫問題に関して春日図事案は扱っていますけれども、離婚につながる時に限ってもともと愛していたからという理由で相手の弱みを掴んで離婚したくないというような人間がたくさんやっぱ他にもいらっしゃるんですね。不倫というのはそもそも犯罪になります。しっかり慰謝料を請求して必ずこの裁判勝ち取りたいと思いますので、よろしくお願いします。絶対にこの裁判勝って慰謝料ぶん取りましょうね。取りましょう。お前ら事故やすしがね、俺の方訪ねてきてさ、お前明日の裁判どっち側につくんやろ、脅されました。やすしが来た時にはもちろんやすしさんにつきますよって言ったんだけど、今日裁判ではこっちにつくから、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてどっちが勝つかな、見物だな。これはリーガルハイ。とにかく今日は頑張れよ裁判。いや頑張る、絶対勝ちとるよ。私これ勝てんかったら500万もかけた意味ないし。500万。え、裁判開廷するぞ。何やってんの。あ、すいません。はい、これでください。すいません裁判。離婚裁判開廷まであと30分です。ちょっと俺怪しまれるから一旦ヤスの方に顔出してくれ。あ、そうやね。お母さん、はい、裁判も開廷するの。もうちょっとあと30分やし早く座ろう。なあ、ここまでのこと死んないって本当に。いや死んかったら離婚してくれんよ。お母さん何回ねヤスに離婚しようって言ってきたの。結構稼ぎをもらった。もらったよ。世の中の人に見せないよ。今まで家族のこといろんなことさらしてきたのに離婚裁判だけは見せんがんっておかしくない。いや YouTube でさ、ここまで頑張ってきたんや、みんなでまだ金稼ごうって言っとったんや。ねあんたは何や、離婚するが反対なの。いや離婚すればいいけど、白黒はっきりつければいいけど、 YouTube は出続けてや。言っとくけど無理や。本当に撮影して YouTube にアップロードしていいんすね。こういう形でのあれは初めてなんですけども、はい、そのままちょっと進めさせていただきたいと思います。傍聴席の方々が数々と到着したようです。ねえ、本当に離婚裁判なんて真なことなの。まだ納得してないぞ。俺も納得してないよ。この裁判せんでいいって。別に本当は仲いいんからさ。お母さん500万円でさ、あの弁護士は取ったらしいんやんで。そう、そしてイケメン弁護士。
は？本当はその弁護士とできとんねん。何を今日こらマジでありえんげんけど。そういうこと？何を今日こらなんかおかしいと思っとってんて、さっきもニヤ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 してさ。ほら気持ち悪い。やばい。ちょっと待って、そっち持ってくの。本当に仲の悪い夫婦は会話の一つもないって。でもうちはまだ会話があるだけマシやって言っとったよ。でも会話一つ交わしたらもう喧嘩よ。できとれんのこのイケメン弁護士と。この人27歳、お母さん50歳、ちょうどいいやんけ。いやいやいや、親子ほどの年離れとって何が成立する。それおかしいやろ。でも若いの好きやん。いや私別に若い人好きじゃないよ。安心させてください、この裁判は私が必ず勝たせます。他にも到着したようです、傍聴席の方々は。誰やこれ。俺や、お前も来た。めっちゃ来るやん、お母さんの友達この2人。ホルさんはからうちの家族のことよく知ってるから見てほしいやん。呼ばれたから来たんだよ。不満でしかねえけど、あなたとったら。俺かって不満だよ、こんなとこ来たくねえよ。おい誰や、あの若い子。めっちゃ入ってきた。誰や、あのメガネ。あー、介護士や。介護士やめて、今フリーターなんで。お前うるせえな、子供。俺普通に来ただけだよ。うん、かんな帰る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 。いやいや、ババお前離婚するみてえだな。イエロ離婚するで、イエーイ。さすがどうにかなっちまえ。警察の方までちゃんと逃げんよ、これ。結構危険な裁判になるかもしれんから。あんた500万も本当払えるもん。いやだって買ったらほら安し払わんねん。え、何それ、どういうこと。この裁判費用は負けた方が払う。はい、席について。あんな振り覚えな。どうぞどうぞ。無理無理。はい、行きました。なんで。は、どういうことママ。あんたのママじゃねえし。あんたに何回も離婚しようって話し合いしても、俺はさっきのこと愛してる、絶対離婚したくないって言ったよね。話進まんからこういう状態になったり。はい、座って。実際そうや。いや嫌いやもん私。もう絶対ママに対処ある。いつも言ってもほんと無理ねって。なんでいい。なんでこの裁判選ばなあかんねん。じゃあ裁判せんから離婚してくれる。いや話進まないから裁判しましょって。お前カメラにとってこれまさかお前 YouTube に流さんちゅうな。そうや、もう撮影許可取ったもん。もうバカじゃねえのお前。裁判やめやめようや。なあ。いや触らんといて。早く座れんのお前。はぁ、うっせ、早く座れっつってんだろ。お前進まねえだろ。お前日本語喋れよ。日本人だし日本語喋ってるじゃねえか。な座れって。じゃあ頼むって。ちけまって。席付け。どっちでもいいやん、もうどうすな。不利になりますよ。罪重くなるよ。罪。傍聴席と父と母、家族、知人、弁護士、全てが揃いました。ということで裁判が改定されます。2022年8月14日第1回口頭弁論起訴証人喚問の改定を行います。本件は2022年8月1日に原告高畑咲より高畑康の不貞行為、婚姻生活継続のための勤労の怠惰を理由とし、高畑康との婚姻関係解消および慰謝料請求の訴状が提出されました。2022年8月4日に関東地方裁判所にて被告高畑康への訴状送付を遂行しました。原告から証拠の提出および証人喚問の要求がなされ、それを受理いたします。それでは第1回口頭弁論記述の改定を宣言いたします。なんでこんなのやる必要あるかお前。おかしいやん。原告ご起立ください。高畑咲と申します。弁護士の榊原有沙と申します。嘘偽りのない証言をするよう先生をお願いいたします。全部ここで終わらせてやるわ。婚姻関係を解消希望しておりましたが、先方がその要求を飲まないため訴えを上げさせていただきました。子育てもしません。お風呂だって1回か2回しか出たことありません。全然家に帰ってきません。仕事行くっつってパチンコに行ってました。帰り遅くなったのは全部残業とか言いながらパチンコあったよね。前もそんな目にあったか。あったよ。だって前あのお父さんがさ仕事をリストラされた時があってんけど、その時前あのよく友達とレジャー行っとってんて。そしたら近くにパチンコ屋さんがあるわけよ。そのパチンコ屋さんちょっとプーって見てみたら、お父さんの車が止まっとるんや。真っ昼間なのに、平日の真っ昼間にその車が止まっとって、はぁ、またパチンコしとると思って、前その時本当にショックな気持ちでさ。その日覚えてるっす。それ俺さ親父に聞いたらさ、4パチでガロさ朝から10万突っ込んでもう900余って負けたっつった。そうそう。でその時期ってお母さんにもう絶対パチンコせんし仕事頑張って探すって言っとった時期なのに、そんなことしとって、もうホットショックで、そのこともお母さんに言えんままこの日を迎えました。その時私小学校4年生とかまだ小さい時ですよ。そんな小さい娘にこんなトラウマを与えたなんて本当最低な父親。そして私この人仕事行ってないって知らんくて、ずっと毎日お弁当作ってました。ガチで。そうです。毎回じゃないよお前。しょっちゅうあった。でもそのたまにって、私じゃあ15年間同じ会社に働いたけど1日だって休んだことある？ないよ。裁判長、これどうすか？これぐらいではちょっと難しいかなって今思って話をしてたとこなんですけども。ケイラケイラ仕事したらまきや。お母さんが寮と前のために頑張って貯めた貯金、大学費用のために勝手に学資保険も下ろしやがって勝手にやよ。
ろして使い、で貯金も使って全部で800万ぐらい使いやがった。ガチで。で何に使ったんかって、パチンコと FX。 負けた、ギャンブル。お前いい加減にしろよ。本当にみんな時間使ってんだぞ。お前のために時間潰してんだぞ。逆にあれお前が、俺が虫くんは寝たら即帰宅のため行ってりゃええんだよ。こりゃ東海オンエアだ。虫眼鏡だよ。早くやめて、もうフリーターだから時間潰し、ここ来たんだよ。お前たち夫婦バカにしに来たんだぞ。でちょっと YouTube で始めました。いい気になって短血期短血期気持ちいいですわって言って、でわけわからん、自分が人気出たと思って寮のおかげなのに、ね、そのアイクの果てにその短血期で人気出たと思って自分が人気あると思って勘違いしてバック北川と不倫しました。そんな上視聴者と不倫してやぞ、最悪じゃない。そう、彼は北川というリスナーと不倫しました。しかも寮の名前を使って、しかもうちに連れてきた、しかも俺の動画にも出とった人、そう、しかも前のベッドでやったらしい。本当にもう石の空気吸っとるだけで腹が立って、精神的にもうイライラして、もう無理や。ただの嫌い、好きとか嫌いのレベルじゃないやん。離婚してください、お願いします。あと虚勢したら、だって猫だって無差別にさ虚勢されるんだから、あの男も不倫したら虚勢された方がいいんじゃないですか。最悪もう本当慰謝料なんていらんから、この人と縁を切りたい。何がお母さん今まで踏みとどまっとったかっつったら、この人の世話を亮と舞がしてたんじゃないかと思って、そこがすごい気がかりで離婚できんかって簡単に。だけどもう亮は稼いどるやん、施設入れてしまえ。この証言に対して弁護人何か発言ありますか。はい、あります。原告高畑早紀さんが高畑康さんに対し2000万円の慰謝料を求めてるんで、2000万円を請求いたします。あまりにも一方的な話でちょっと納得できませんね。お父さんの善良な魂が全く分かってませんですよね。そうです、ね、本当に善良なんです。だから皆さんが理解できないのです。あの男も見るでね。何、法律が分かってんですか。あなたはお前不倫したことあるんだろう。いや、こんな善良な方いないじゃないですか。手長ざる。おめえらマジで。えすげえ。お前な、顔がもう不倫した顔すぎて本当に気持ち悪い。こっちに入れないの君は。いや入れるだろ。入れないの。わんなよ、気持ち悪いな。お嬢人として証人として言われてた。何言ってんだかよくわかんないんだけど。お前も本当に静かにした方がいいぞ。うん、静かにしてください。君が静かにしてください。お前が本当にわかんないから話が進まないんじゃねえかよ。お前早く認めちまえ。この人のどこが善人なんですか。心の声に従ってるんですよ、お父さん。手長ざる、うるせえぞ、手長ざる。手は長くないんですけれどもね。嘘ばっかついて、浮気ばっかりして、お金も盗んで、子供のためにも何もしてくれたことないやん。私のためだけじゃないよ。私はいいよ。この前、虫を助けたんですよ。虫助ける前に、家族助けたらどうや。どういう風に助けたんですか。踏みそうになった時に、一歩踏みとどまって、虫を踏まなかった。そうそうそう。ごめん、私のこと何回も踏んづけとけた。DV や。そっち行ったよ。虫くんどうした。もう早く離婚して、俺がサキさんとリョウくんとウマイちゃんを養っていくよ。なんで俺おめえみたいなガキに養われない。お前より年上だからな。なんか変な声しやがって。変な声じゃねえよ、俺これでも可愛い声だぞ。え、器物損壊になりますよ、そういうことすると。壊してネタがよく見ろよ。わあなんだなんだ、カビゴン。カビゴンなんだよ。ジュゴンだ。ジュゴン知らねえよ、そんな生き物は。カビゴンしか知らねえんだよ。コムシコボがやるぞ。知らねえよ、お前見たの。早くあっち行けよ。お前出るまくねえだろ。早くあっち行けよ。勝手だけだろ。器物破損罪と名誉毀損罪で逮捕になるぞ。いいよ、逮捕してみろよ。あのジジイのせいでこうなったのか、あいつに慰謝料全部払ってもらうからな。早く座れ、あっち行け、立ってろ。こいつら誰。おい、初めましてよ、これ知らねえけど誰これ。俺らさ、病院入院しとってんけ、ずっと、うん、介護士やってんけど、介護士クビになってん。お前ら夫婦のせいで俺クビになったんだよ。それは違うよ。元々の態度はあの病院もおかしかっただろ。お前もよく見てたらかったのか。あの病院梅毒で沈房取るって聞いたことねえぞ。お前裁判進まねえじゃねえかよ。赤と静かにするから早くやれ、このくせに。さきさん、ちょっとお伺いしたいんですけれども、何にもしてないっておっしゃってますけれども、掃除機一回かけたことないんですか。お皿洗い一回もしたことないんですか。掃除機は一回ぐらい。お皿洗いは夜ご飯だけ自分のやつは洗ってます。奥様は不倫を認めていらっしゃったわけですよね。はい。で、そこを認めて離婚が成立するとは到底思えないんです。仕事もしてないんです。銀行員、うん、設備工。私はだって途中で辞めた前に。どう転々としてきねえんだお前。42で辞めて株もしたよ、 FX もした。全部負けてんの。うん、全部負けてって言ってる。100万ぐらい。100万ぐらい、やばいやろこの時期。でもある程度お前がまあ収入得るまで俺の口座から全部落ちとったよ。携帯電話から保険から全部何がないんだって。働いてない、収入がないから寮の学習保険を引き出して、うん、それを給与として家庭に入れてたって。
そう、そういうこと、うん、一部 FX ギャンブルに使ってるけど、大体この1週間ずっとお前家族見てきたけどな、本当にお前ら子供も一緒で頭悪い家族だな。うちもいっぱい言われてる。お前も悪いだろう。どうぞちゃんと子供として親の面倒も見なきゃいけないんだよ。それは子供の役目だろうが。うるせえ娘がね。うるせえ、これうるせえ。ダー君、そろそろ黙ってくれないかい。あー、虫眼鏡、虫眼鏡って言うけどな、どこがあんなやつと似てるんだよ。虫眼鏡の方が100倍かっこいいわ。あの人は知的ですごいかっこいいし、背低くても女の子にモテモテねえでいいよ、このクソったれ。女の子にモテモテだろうが何だろうが似てるって自分でも言ってきただろう。だったら同じだろうが一緒だろうがよ。どこが一緒じゃバカ野郎。どんなにか、どんなに応援して黙れ。俺も嫌な顔出てから。黙ってろお前ら。ゴムドットのヤマト。どうした？一応中学みたいな格好してきたんだよ。全然違うけど。違ってもいいんだよ、俺が良ければいいんだよ。それで身長足りねえし、そもそもヤマトなんてあいつ気に食わねえんだよ。ヤマト、お前とそのファンのやつ、俺はお前たちが大嫌いだ。俺はヤマト、お前ヤマト俺のマブやぞ。中学くんが一番好きなんだ。ヤマト、お前たちは嫌いだ。あなた方もそんなようなちょっと冒涜に過ぎるようなそういうことではね、裁判に成り立たないんですよ。本当にいい加減にしてもらいたい。もうちょっと静粛にできないんですか。ちゃんとちゃんとお前が止めろよ。なんだお前。再開しますよ、ちゃんと。言わせると開けてるんですか。いいからお前も黙っとけ、本当に。それでは被告高畑康さん、お起訴ください。両親に従って真実を述べます。何事も隠さず偽りを述べません。いや、例えばやけど、これこれの配信で暴露されたよね、北川に。あれがもしなかったらどうなるの。いや、関係ない。関係ないやろ。全く関係ないね。不倫とは全然関係ない。関係ないね。いや、最後の最後にそこやったから、あ、もうダメやと思っただけで。もうあんたと無理ね。性格も合わない、嫌いねん、とにかく。まあ、でも俺は一緒におりたいね。それ何のために。全然家族のこと大事にしてないやん。好きやろ。いや、私嫌いねん。それ一方的な意見や、嫌いやん。俺のやから。俺嫌いって言われると余計離れたくなくなるねんて。そういう男ね。じゃあ好き。あ、本当に。じゃロガロガ。あのな、人が嫌って言ってるとこをガンガン行くと、レイプっていう言葉知らねえのか。ね、今なってた。レイプ。お前なまってんぞ、どこのとこや。おい、福島だ。あなた誰ですか。友達です。あれ、ヨシキって言って俺の同級生だ。パチンコでよく負けたらお金借り取ったね。キャバだと思ってんの。行く行く。別に中井明が友達じゃねえからな。うるせえな、お前は。お前関係ねえやろ。お前は何歳でそんな子だ、幼稚なみたいなこと言ってんの。キャバクラ行くだろ。行かねえよ、そんなとこ金使うもん。結婚してたら嫁と子供のために稼ぐのが男だろ。キャバクラ行くだろ。でも行かねえっつうの。行きたいだろ。行ったことねえ。行きたい。風俗しかねえよ。誰に指名した。18歳の女の子指名してきました。AV 女優じゃないの。 TikTok の AV 女優も会ってきましたよ。どうやった。ああ、おるんや。いる。え、深田由美。いや、そんなレベルはそこまで上じゃないけど。いるから、お前はさっさと座れ。そんなガキみたいな体験してセックスできる。チンコデコボンみたいに皮むきでねえんじゃねえの。どうだよ、親シマリスと同じつまようじの先だよ。お前チンカスついそうやろ。いや、お前どこ見て言ってんの。ほんと気持ち。警察さん、ちょっとどうにかしてもらっていいですか。取り押さえてくれ。うるせえじじい。あ、やばいやばい。女性の方もいるので、はい、テクハネになります。テクハネ。公務執行妨害だね、今。知らねえ、俺の国にはそんなのね。どこ人や。寝ても覚めてもヘリウムワード夢中にさせちゃうぞ。ヘリウムこと、リュウヤです。TikTok やられてる介護員の男だったんですよ。クビになって今はフリーターだ。なし、全然進まんから早く進めよ。お前の父親だろうが、どうにかしろ、お前。親の縁切りたいしさ、前に将来いい彼氏になる人にこんな親紹介したくない。俺20歳超えてるから、もう縁切ることは絶対できんねん。20歳前にお母さんが離婚しとれば、結局お母さんの子供としてもう縁切れるねんけど、20歳過ぎてから離婚したら、やすしを養わんなんていうことが出る。お母さん、それで雇ったやろ、もしかしたら。違うわ。絶対そうやん。なんで20歳前に離婚しとればよかっただけよ。前の寮のため思ったらさ、20歳になる前に離婚して、この人と縁切るようにしとったんじゃないか。だから施設預ければいいやん。ここにさ、来る格好じゃねえだろ、並走出しやがって。うるせえな、お前みたいにやりらふぃみたいな格好も。やりらふぃしてねえだろか、僕らやりらふぃだよ、夏の格好だよ。うるせえな、黙れ、ほんとに。家庭っていうのは全てが全てみんな満足納得して暮らしてるわけではないと思うんですね。それぞれがどこかしら我慢をしながら、それでも一緒にいた方が家族としていいだろうっていう判断があると思うんですけれども、いかがでしょう。それを持って25年間帰ってきたんです。だん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 状況も悪くなって、そのうちご飯も一緒に食べるようになった。私もご飯作っても一緒に食べない。もうそんなね、家族が家族
として成り立つのかって。お父さん、これはどういうことなんですか。でもご飯に別に一緒に毎日毎日食わんでもいいと思うよ俺は。お父さん、前と寮の身になってみてや。いつも家庭でこの二人の口喧嘩に挟まれるに、マジでうるさくて何も勉強も集中できんしさ、安らかな日々を過ごせんけんって早く離婚してくれん。体が震えへんって、もうそれぐらいトラウマねえってあんたらの喧嘩が。お前それ病気じゃねえかよ。うるせえ。お前それ病気だろ。そんな耳栓して勉強しはいいことだろ。聞こえねえだろ。うるせえだお前。お前そういうアイテム知らねえのか。お前何歳だ。どっちの味方なんて。本当にこっちは離婚してほしいや。お前だって離婚してほしいんじゃない。俺は包丁者だ。さっき前とお母さんとお兄ちゃんを養いたいとかなんとか言っちゃったよ。お前言葉だけ口だけのとかモテちゃったやろ。俺だってな、ちゃんとお前たちのために言ってんだぞ。いや、だからうちらは自分たちのために離婚したいって。俺は素のままで言ってる。ああそうですか。もううるせえよ。お前みたいな昔黙ったけどバカ野郎。もう俺だってな、13年間ガチで結婚して家族のためにもう一回ねやり直そうと思って家も建てて洗濯物もしてご飯も作って、なので俺別れたんだよ。どういうことこれ。何で別れた。何で別れた。え、不貞行為バレちゃったから。不貞行為とは何だ。え、浮気。ガチさ、 DM 見せてあげましょう。ダメ。何でダメなの。 DM 見ればいいよ。怪しいものがいっぱいあるってこと。だからそういうこと。ココちゃま、めっちゃおるよ。なんでそっちゃん、メイにして。なんでいいや、お前またやるよ。ココちゃまって誰や。あ、水、あ、これダメ。あー、ダメ一回見せよう、これ見ないんです。ダメなんでダメ。なんで教科やるな。弁護士さん、それ、証拠として出すんですか。いや、出せません出せません。僕が信じてましたけれども、今ちょっと心が揺らいでます。で、静粛にしてください。全然要するに、もう努力ができるのかできないのかっていうところが僕は問題だと思うんですよ。現時点で家庭不安、そして育児放棄、まあ、育児放棄はもう過去の話だと思うんですけれども、大切なのはお子さんたちが育った後、お二人の関係がどういうふうになっていくかっていうところを、例えば一緒にテレビを見ながら夕食を食べるとか、そういうことできないんですか。できます。できます。できんって。特に俺に言いたい。ご飯食べるよって呼びに行って、じゃあ、ね、呼びに行って、ね、あんたを待つのにどんだけかかると思ってんすか。じゃあ、おばあちゃん、あ、おばあちゃんじゃない、さきさん。穴があれば誰でもいいんだったら、女じゃなくて男行けばいいんじゃないかな。男の人と住めばいい。そう、そしたら文句ねえだろ絶対。俺は男好きだと思ったら、男が好き嫌いとかじゃなくて、穴があれば誰でもいいんだったら男行くとかさ。行くのがヒューガ。おお、切れて切れた。お前調子取ったの。やめなさい。やっしゃ、調子乗っとったよ。おー、やばい。やった、壊しちゃった。やった。だからこれねんて。じゃあバンバンザイのビジネスカップルでいいんじゃないですか。バンバンザイ、ミュウです、キシです、なんだっけ、あとビジネスルナですって。ビジネス夫婦。うん、それでいいじゃん。それでは今から証人尋問を行います。傍聴席の方、川畑舞さん、どうぞ。父と母は私が小さい頃から喧嘩ばかりでした。そんな姿を小さい頃から見ていて悲しかったし、でも離婚はしたくないってその時思ってました。でもここまで来るとお母さんの苦しい姿を見ていて、早くお父さんには離婚してほしいと思っています。なんてお父さんが離婚することに納得してくれるのか本当に分かりません。続いて前川龍也さん、お願いいたします。このおばちゃんが入院しに来た時から俺タイプだったんです。梅毒にかかってこんなかわいそうなおばあちゃん、俺が見てあげたくて、タイちゃんとニュー君をいっぱい私が育てますので。お前汚いんだよ。もうやめろよ。もういいです、これだけでモデルうまくなる。弁護士もなく言えよ。うるせえんだこの野郎。今頃こんなに散らしてんじゃねえよ。ずっと喋るとこあっただろう。こんなもともと座ってんな。いいよ、はい。お前ちゃんと話まとめねえからこうなってんじゃねえの。そうだよ。この人の弁護士をする辛さがわかるか。お前わかんねえよ。あ、もう知ってな。え、何やった、何やったの。おい、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 そこの女はよ、喋ってねえじゃねえかよ。うせんだよ、チビ。チビ？じゃあ出るだろ、お前。ボケんで降りてこいや。こんなやりとりして正式にも言えないってどこが弁護人だ。あなた早く降りてください。本当に裁判長か。裁判長やってますからね。見せてみろ。え、見せてみろ、耳通るか。ふぅ。はい、よし、はい、はい、いいから、はい、次降りて。ありがとうございました。荒川久志さん、尋問お願いします。さあ、俺とお母さんが働いてる会社の荒川商事の社長が出てきました。いろんな事案も聞きましたし、まあ、そのたんびに別れたらっていう助言はしてましたが、サキさんが言ってたそういう困ってたところってこういうとこなんだなっていうところが助
携わるごとにちょっと点と点がね線になって、あ、なるほどこれは離婚した方がいいというふうには思っていました。妻の夫としてまた子供の親としてその責務を果たしてなかったということは事実であります。大丈夫なこの弁護士負けちゃうよ。やっ、そっちの弁護士いくらなの？15万。こっち500万かけてんだわ。いやー、だんだん私も自信がなくなってまいりました。オリュー・アキーロさん、続けてお願いします。もう日本向いてないんじゃないの？はぁ、もう一夫多妻制の国に行っちゃえば。お前だって辛抱ついてんだろ。たまにはやりてえだろ。やりたいけどな、俺は舞がいるからいいよ。舞は思い出やりたくねえよ。だったらじゃあそっちの端の女だ。こっち女子高生だぞ。お前女子高生の方が食べ頃じゃねえ。お前みたいな体でセックスでいいのかよ。できるに決まってるじゃん、普通に立つわ。高畑康史さん、はい、私はあなたが不倫行為をしたことについて証拠があります。こちらの LINE は何ですか？ガチなんですよ。言い訳はできますか？はい、言い訳はできませんね。これ15年前の話ですよ。結婚中のお話のいいことですよ。それ最低やな。最低の男。裁判長、おい、いて。何しとろ。いて。裁判長、いて。何投げとろ、お前ら。いて。おなりは誰だ、おなりは誰だ。え、あ、怪我。あ、心配妨害だ。お前らも投げとろ。お前らだろ。お前だろがよ。俺やってねえし。手に持って今置いただろ。知らな、俺いきなり俺のこと。お前ふざけんの、お前だろ。お前投げてたよさっき。俺つまみなさい。俺は見ろ。え、嘘だろ、マジ。あ、オリアキロは手錠をかけられました。早くの早くお願いします。君はフォロー集抵抗するな。えオリアキロは近づけるせに入ってた。このまま行くと俺負けちゃうじゃん。ちゃんとせえねえだから口だな。だから最初から本当のこと言えばいいじゃないですか。言うとるわ。いえ言っとるんでいいや。こっちはこっちは説明も聞いてないんですよ。言っとるって。はぁ、初期費用も払ってないんですよ、あなた僕に。それでどうやって事前の調査しろって言うんですか。頼むわ。いや、やめなさい、やめなさい。やめろ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 やめなさい。おじいちゃん、お前やめろって。なんでよ。いやな、虫食わねえたら続行したくの旅行っとれ。すいません、すいません。裁判は一旦休廷します。あなたの目は腐ってんですよ。私は腐ってませんから。目はこんなにキラキラしてません。いや、見る目がないんです。じゃあ見る目ないですよ。だから後悔するから今裁判、裁判を。500万の弁護士雇ってよかったね。よかった、あ、もう勝ち目あるって。春風亭昇太よ。リーガー、はい。このジジイ、こんな裁判しやがって。また捕まえますよ。早く解かないよ、戻れ。やすしとオリオアキロが牢に入れられたんで一回様子見に行きませんか。あ、見に行っていいんですかね、裁判長。問題はないですね。よっ、ここか。うわー、お前一回動画入りたい。いや、マジやん、これこれで動物園と一緒やん。あ、ちゃんと離婚届これ持ってきたよ、本物やん。私、こんなこともあろうと離婚届やんね、離さず持っとるね。まるまるで俺って。はい、ちゃんと離婚届通してあげて。これ離婚届書いといて。はい、こんなの無理です。だって、反省してます。はい、僕の一存ではどうにもなんないんですけど、裁判の場合は単なる感情というよりもいろんな事実の積み重ねで判断されますから、まだまだ諦めることはないと思いますよ。あ、ありがとうございます。誰、誰、誰、ちょっと待って。やば、入れんの。嘘だろ、まいちゃん虫に入るんだぞ。嘘だろ。お前も入るんだったら俺も一瞬ここにいてやるよ。今から弁護士が来るから取り調べを行う。あ、来た。座りなさい。はい、どうやったらそれを当てますかね。なんとか。今は、うん、書かないよりも、うん、まず正直に事実を話してください。奥さんがあれだけ嫌がってるっていうことは変われるんですか。変われますね。20何年間もかかって崩した信用っていうのは、もう一回来るためには相当時間と努力がいるんですか。あと、あいつセックスさせてくれないんですよ。まあ、弁護士さんは奥さんとどうなんですか。まあ、ご想像に任せますけれども。あ、そうですか。もう本当に気をつけてくださいよ。わかりました。裁判を開廷しますから行きましょう。はい、行きます。うわあ、おい、裁判官。はい、お腹冷えたか。はい、おい、開けて再開します。てか、なんでこんなガキ入ってんだ。ガキ入れてこい。ガキだから通れるんだよな。そうそう、やっと行ける。あれ、俺は、おい、おい、開けろお前ら。おどういうこと。俺は失礼します。俺はもう潔白な心だったからスーツで来た。正直な気持ちを伝える。その舌汚いの出してお前ふざけとろ。それではこれから裁判官による
審判に入ります。判決の審議に入ります。ということで審議中でございます。もしこれでお母さんが勝訴できたら、親父は2000万円をお母さんに払わんならと、この弁護士費用とか裁判費用全部払わないんだこと、お父さんが。あ、そういうこと。もういい。この裁判終わったら全員でネタらし即帰宅の旅をしよう。トカ親の虫眼鏡だ。でも君、変なゲスト呼ぶっしょ。ヒューガスカイピース、またそう。バンバンザイ。あ、バンバンザイはルナちゃんだけど。それでは審議が決まりました。原告被告前へ。さあ、お父さんとお母さんが前へ出ました。これで全ての判決が決まります。経済危機の抑制が決まります。判決を述べます。高畑先による高畑康氏との婚姻関係解消の訴えを求め、被告は直ちに手続きに入るものとする。高畑康氏は慰謝料2000万円を高畑先に払うこととする。よって離婚を成立する。夏の報告になります。高畑康氏と高畑咲は離婚します。この動画はどうなるの？わからない。それはちょっと話し合いで決めるけど、ちょっとお父さん役決めればいいんじゃないか。応募しようや。これじゃあお父さん役は今日から俺だ。いやいや、それ無理がね。いやー、ちょっと待って。今日から俺の嫁だ。くそー、何なんだこの判決は。おかしいよ。みんなのせいだ。じゃあうるせえよ春風亭。どれ春風亭じゃねえし。お前もおかしいんだよ。お前も資格ねえだろ。いや、みんなおかしい。裁判長、こんなことでいいんですか？法の正義が守られませんよ。いやいや、こんなもんでしょ。上告しよう。私は今まで100戦100勝ですよ。この一杯でもう全てを失います。報告しましょう。しましょう。納得できないです。できない。最高裁まででも戦いましょう。行きましょう。そもお前たち何をそんなに言いたいことなんだ。全然制御できてない裁判ですよ、これは。そんなプライド捨てとけよ。そんな戦勝戦百だかなんだかって言って。100勝100。こんなめちゃくちゃな裁判だったら。そうなんですよ。そういうことなの。そうなんです。こんなめちゃくちゃ。めちゃくちゃの裁判あっていいんですか。あっていいよ、もう。日本が法治国家かどうかも問われてるんですよ。このバーカ野郎。それでは離婚手続きの方に進んでください。はい、では別室に移動しました。離婚届を書きます。しっかりと名前を記載しております。はい、どうぞ。もうダメや、裁判に決まったから、法律上。もう諦めんか。ここまで私頑張ってるよ。なんで分からんの。なぜかの水源って言う。ちゃんと書け。どこに書けばいいの。ここちょっとここちゃんとしてよ。これが本当の桐崎家の最終回です。名前を書いています。ちょっとモザイクで写ってないですけど、ちゃんと名前と住所と全ての証人の名前も書きました。明日があるさ、明日がある。頑張りましょう。明日がありますよ。それでは裁判を閉廷します。春風亭ドピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。拍手。